こんにちは皆さん。私は元山口組顧問弁護士で YouTuber の山内幸男です。今日はその生き様は女の鏡、田岡文子その1と題してお話ししたいと思います。文子姉さんのことをね、あの人は女の鏡だというような言い方を三代目時代舎弟の親分衆がよく言ってましたね。私自身も直接岸本斎藤さん、小田丈司さん、それから中西和夫組長からそのようなことを聞いたことがあります。女の鏡という言い方ではないんですけども、中西親分なんかは本当に姉さんはようできた人ですって言ってね、自分のことは何一つ言わず一生懸命人のために、尽くす人やって、本当にあれだけ辛抱できる女は他にはいないと思いますというふうにおっしゃってましたね。小田丈司さんなんかももうあの随分大きくなってからでも、大きくなって、ジョージさんがですよ、いいおっさんになってからでも、あの、姉さんにはね、懐が深いんで、ついつい甘えたい気持ちになるというようなことをおっしゃってましたね。岸本斎藤さんは、そういう母親としての母性だけじゃなくって、ヤクザの筋道を真剣に考えた方だということも言ってました。ですから、もう親分以上に女極道だなんていうような言い方もしましたね。いずれにしても、自分のことはもうすべて押し殺して、人のために一生懸命働いた人ですね。泣き言は言わずに、杯を交わした、まあ、杯状の子供のため、そして、自分の子供のため、そして何よりも親分のために、自分の人生を尽くし切った方と言ってもいいでしょうね。そして非常に節約家でもあったんですよね。サランラップを洗って二度使いするとか、あるいはスーパーのビニール袋のシワを伸ばしてまた使うとかね、それから出汁を取ったカツオや昆布は必ずまた加工して一品別のおかずを作るとか、非常に工夫をする人でもあったみたいですね。みんなにとっては本当にお母さんと言っていいんでしょう。と言いますのが、この文子姉さんは田岡親分と一緒になった18の時から自分の家庭の中に他人がいなかったことはないんですよ。もう世帯を持った時から4人の仲間が転がり込んでおりましたし、田岡組を作って、一家を構えてより後は、これはもう部屋住みの子がずっと生涯自分の屋根の人におったわけですから、それらの子たちの面倒を一生懸命見たんですよ。食事の世話からね、それから大量の洗濯物ですね、そして何くれとなく相談相手になってやったりとかね、もうね、間違いを起こしたらそれをかばってやったりとか、お小遣いを持たしてやったりとか、パンツまでアイロン当ててやったと言いますからね、やっぱりみんなにとったら母親なんですよね。まあ、それぐらい人のために尽くして、コマネズミのように働いた方なんですよね。親分と姉さんが出会ったのは、姉さんが14歳の時ですよ。女学生ですよ。かなり学業成績が良かったみたいですね。そして、意志の強い負けず嫌いな女学生だったみたいですよ。そして親分が21歳の時、これ親分の方はもう、くすぼりと言いましてね、無意図職の遊び人ですよ。それが、文子姉さんがお父さんが経営していた、喫茶バーみたいなとこ、コーヒーもビールも同時に売っていて、コーヒー10銭、ビール50銭だったそうですけども、一応女給さんもいてですね、話なんかもできる、そんな店みたいで、それを経営しておって娘が手伝っていて、そこに兄弟分に連れられて行って初めて見たのが、最初の出会いだったみたいです。なんと、文子姉さんって小柄な方なんですよ。私もお会いしておりますけども、この時に、149センチ、そして14歳、そんな時に出会っているんですもんね。それでも、田岡親分は、非常に可愛い人だと思ったみたいですよ。そして、まあ、足しげく、喫茶バーに通ったんですが、兄弟分から冷やかされて、それでもプッと膨れてもう行かなくなってしまったんですけどね。文子姉さんの方はなんで急に来なくなったのかなと思ったとはおっしゃってますんですけどね。ところが9年ですね、田岡親分が
会員、あの海 の, あの会員ですね、会員の葬儀の朝廷で兄弟分が殺されてしまうんですが、その敵討ちに殴り込みに行くとき、その時に会いに行ってるんですよ、文子姉さんに。で、文子姉さんはその親分のただならぬ気配を知って、あ、この人は死にに行くんだっていうことが分かったというんですね。そして田岡親分の胸に飛び込んでしまったと言うんですけどね。その時に、自分もこの人のことを好きなんじゃないかということで、自分の心を知ったというふうにおっしゃってますね。それまではそういうことも考えてなかったし、大体このくすぶりっていうのはもう大嫌いだっていうふうに文子姉さんは言ってます。くすぶり大嫌い、お父さんも大嫌いで、そんな無意図色の人間なんかとてもじゃないけど目は向かなかったはずなのに、この命を捨てに行くと感じた時に胸に飛び込んだんだっていう。それでまあ、結局人を二人切って、懲役は結構短かった、1年ちょっとあったんですけども、まあその間刑務所に行ってる間、文子姉さんは稲荷神社にお百刀を踏んでいたって言いますね。そして刑務所から出てきた時、田岡親分もこの人間と一緒になりたいと思って、お父さんのところに文子姉さんをこの嫁に欲しいと言いに行くんですけども、お父さんはくすぶりにこのうちの娘やれるか言うて、お父さんから拒否されます。それでも年が明けた昭和11年ですよ、24歳と18歳のこの若い二人は家で同然で同棲いたします。一つ屋根の人に暮らすことになるんですけど、そんな若い二人の新居に結局仲間、大長八郎ほか三人が転がり込んで居候するという、最初から二人きりの生活がないというような、まあ新婚生活が始まるわけですね。文子姉さんは自分で喫茶店で働いたり食堂で働いたり、とにかく日常の生活費を稼ぐのに一生懸命働きました。男たちはブラブラ遊んで、とにかく博打打ちですから、博打打ちに出て行ってですね、あとはもう働かんわけですからね。結局姉さんがまあ生活費を捻出するというようなことをしました。そして、二人の大きな岐路になる事件が起こりますね。先ほど申し上げた居候の大長八郎、この男を昭和12年田岡親分が日本刀で、切り殺すという事件が起こりました。これはまあ、八郎の兄貴が非常に乱暴者でして、その乱暴者がしでかした不始末のために兄貴を痛い目に遭わせたんですね。その仕返しに弟の八郎が日本刀を持って乗り込んできて、田岡親分は受けて立つということで、自分も床の間の日本刀を取って鞘を抜いて、雪が降りしきる中で二人で殺したりして、結局田岡親分が八郎を殺してしまうわけですね。その結果、懲役8年の実刑という判決を受けます。判決を受けた後に文子姉さんを面会しているんですが、その時文子姉さんは覚悟を決めて親分に言います。と言いますが、親分何人も愛人がおったんですよ、その時点で。シャイなくせに結構やることはやってたんですね。それで文子姉さんが言うんですよ、もうどっちかにしてくださいと、私を選ぶのか、それとも他の方を選ぶのか決めてくださいって言うんですよね。ところが、親分、もうじーっといつまで経っても何も言わない、言って、この立ち会いの刑務官がお前なんか言えよ、言って、もう時間来るぞ、言われてね。ことらしにね、もう判断つかねて、お前のこと好きやしなって言ったんだそうですよ。お前のこと好きやしな、たった一言、そのことを一言を聞いて、文子姉さん、よし分かった、8年間待ったると覚悟を決めたんだそうですね。その一言だけで、そして結局懲役に落ちるんですけども、結構刑務所転々とするんですが、その転々とする刑務所を追っかけてずーっと差し入れ面会差し入れ面会と続けて
田岡の後を追っていくなんわけなんですけど、その間に、愛人は一人減り二人減り減っていきます。でも出所してきて本当に一緒になれるかどうか、なれなかったとしても仕方がない、自分が選んだ道だと覚悟を決めて、田岡のその差し入れ面会の面倒を見るんです。実際は懲役8年の刑だったんですけれども、恩赦があって6年に縮まっておるんですね。6年後に出所してくるんですけれども、その頃にはふみ子姉さんは私はこの人についていくというふうに決めておりますね。もともとは姉さんも父親もくすぶり大嫌い、そういう無意図色の遊び人なんか大嫌いで関心も何もなかったんだそうですけれども、いつしか、田岡和夫親分を愛してしまっていたということですね。ですからその世界のことを学び馴染み、そしてその世界の人間に変わっていきました。はい、今日はこれぐらいにしたいと思います。チャンネル登録並びにいいねボタンをよろしくお願いします。続きは次回お話しいたします。ありがとうございました。